はい、どうもこちら渡辺です。今日はですね、こちらでございます。マウスコンピューターの新型のですねノート PC をですねレビューしていきます。で、今回レビューしていくのがですねこちらなんですけども、はい、こちらですねマウスコンピューターの、新型のですね Windows ノート PC となっておりまして、型番がですね、Dive S4-I7G60CB-B という型番になっております。こちらをですね今回レビューしていきます。で、マウスコンピューターの PC ですね、レビューするの初めてになるんですけども、実はですねマウスコンピューターのねデスクトップ PC とかを購入してね使っていた時期もありますし、まあ、結構何度もね購入したことがあるメーカーになってます。で、そもそもこのマウスコンピューターっていうのは、まあ、どういう、まあ、メーカーなのかと言いますと、国内でこの BTO パソコンをですねこの製造販売している、まあ、すごく大手のねメーカーになってます。で、まあ、BTO っていうのは、まあ、自分好みに、中身のスペックだったりとか、そのあたりをカスタムして注文して、で届けてくれるというそういったねメーカーになってますので、まあ、カスタマイズ性の幅が広いというのも特徴です。いわゆる直販メーカーとなってますので、余計なソフトも入ってなかったりとか、まあ、スペックを十分持ってもですね比較的このコストを抑えてですね注文することができたりするのが特徴になってます。で、今回のモデルの注目ポイントなんですけども、まずこのね、筐体を見ていただくと、あれなんとなくちょっと伝わるかなと思います。実はですねこちら、まあ、14型という、まあ、ちょうどいいこのディスプレイサイズをしてるんですよ。なので比較的この持ち運びとかも楽々こなせるぐらいの、まあ、サイズ感になっているんですけども、中身のスペックですねすごいことになってます。今回ですね GeForce RTX4060 ラップトップ GPU が入っております。まあ、実はこの Windows のノート PC ですねたくさんレビューしてますけども、 RTX40 シリーズをレビューするの今回初めてだったので、実際どのぐらいのですね動きをするのか、まあ、それこそ RTX30 シリーズと比べて、まあ、どうなのかっていうところも踏まえてですね、まあ、今回はじっくりねこちらを使ってみたので、詳細をレビューしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでね、まずこちらなんですけども、基本スペックですね、解説していきます。まずこちらですね、動画編集もサクサクこなすことができる、まあ、非常にパワフルな、ね、スペックが入っております。まあ、第13世代、インテル Core i7-13700H、それから、RTX4060 ラップトップ GPU、そしてですね、メモリがなんとこちら、デフォルトで 32GB 入っております。まあ、結構メモリ容量多いですよと。いうところも特徴です。で、さらに SSD はデフォルト設定で 1TB とありますので、まあ、十分余裕のあるスペックが、まあ、最初からね入っているということです。なのでこれだけあればですねクリエイティブ作業とかでも余裕でねサクサクこなせるぐらいの、まあ、性能になっていますよということですね。で、ここからがですねやっぱり BTO パソコンのねいいところなんですけども、BTO にてメモリ容量をカスタマイズできます。これね通常デフォルトで 32GB のところをなんとですね 64GB までメモリをですね増やすことができます。まあ、Windows のノート PC で、まあ、結構ですねデフォルトで、まあ、16GB とかねそういったモデルも多いですし、注文するときにカスタムできないっていうことも多いんですけども、こちらはですね、まあ、デフォルトも多いで、さらに増やしたければ、まあ、注文する時点からですね 64GB までメモリ盛ることができます。これもめちゃくちゃ嬉しいですよね。まあ、メモリの容量がそれだけたくさんあるっていうことはマルチタスクに強いっていうことです。まあ、いろんなソフトを同時に立ち上げてね作業したりとか、そういう風に使ってもまあ、余裕を持って作業することができるということですね。で、さらにですねストレージなんですけども、デフォルト 1TB ですね。まあ、ノート PC としては 1TB でも結構十分だと思うんですが、こちらなんとですねストレージに関しては 4TB まで SSD ですね増やして増量して注文することができます。なんでまあ 4TB あったら本当にまあ外付けの SSD とかですね、まあ、使わなくても十分単体でね作業をしてデータの容量が大きくなってきたら、まあ、外のねハードディスクドライブの方に逃してあげたりとか、そういう使い方ができるので、まあ、そもそもの容量を増やしておけばこの持ち運びするときにですね外部の SSD とか持っていかなくても十分耐えられるぐらいの、容量がありますよというところも特徴です。なので、まあ、注文するときにですね、まあ、自分好みにね、必要に応じてスペックをカスタムできるっていうのが、まあ、すごく魅力なところになっています。ディスプレイに関してはこちらね結構綺麗なディスプレイになってまして、 sRGB 比がですね約 100% ということで、公式機パネルを採用してますということです。なのでこの色の再現性だったりとか、正確
さも高くてですね、まあ、写真とか動画編集する時の色味っていうところもしっかりと確認しながら作業することができますし、まあ、ウェブページの作成だったりとか、まあ、イラスト作成とかですね、そういったクリエイティブ作業で使っていくことができるということになります。まあ、それから自分もですね、結構高解像度の静止画を撮影してそれをね編集するってこともあるんですが、この高解像度でこの高画質なですね、この一眼レフカメラで撮影したデータがね持っている色味とかそういったところをしっかりと表現することができますので、まあ、写真のね加工だったりとか色味の調整っていうところにしっかりと活用することができます。ちなみにこちらですね、カラーキャリブレーションもあらかじめ実施して出荷されてますので、届いた時点でね正確な色味の表現ができるようになっています。こちらですね、めちゃくちゃ大きいですね、このファイルサイズの画像になってます。19,008×12,672 っていうですね、まあ、超高解像度の写真ですね。でこちらなんかをこう拡大していく時の動きとかも見ていただきたいんですけども、これだけまあ拡大したり縮小していってもですね、この動きにもたつきとかがですね一切ないですよね。まあ、このあたりもスペックのね余裕をすごく感じるところかなと思います。はい、まあ、解像度の高い写真の編集とかも余裕ですよというところですね。まあ、ちょっと色味の編集とかをまあこのようにかけていったりとかしていってもですね、まあ、リアルタイムでしっかりと反映してくれますよということですね。で解像度に関してはこちらね FHD ということになります。でバッテリーの駆動時間に関しては約 13.5 時間となりますので、まあ、軽めの作業であれば、まあ、半日持ち出して使うぐらいのね、バッテリー持ちは十分あるのかなというところですね。はい、ではですね実際の使用感とか、そのあたりをね、紹介していきたいと思います。はい、キーボード周りはまずこのような形になってます。まあ、タッチパッドに関しては比較的ね大きめになってますので、タッチパッドでこのようにですね操作をしていくことも可能になります。もちろんジェスチャー操作にも対応してます。でキーボードのタッチ感ですね、今ちょっとタイピングをしてみたんですけども、まあ、タッチ感も自然なので、まあ、長文をね打って作業するとか、まあ、そういった時にも快適にですねキーボードを使うことができると思います。うん、快適ですね。ただまあサイズが少しコンパクトなので、まあ、少し気になるところとすると、まあ、エンターキーがね少し小さいかなっていうところはちょっと感じました。で本体のまあ重量とか、まあ、サイズ感になってくるんですけども、まあ、本体のサイズ感はねこのぐらいになってまして、まあ、ちょっとこのね、自分とこの並べてみるとね、まあ、少し伝わるかなと思うんですけども、そこまでね大きくないんですよ。まあ、やっぱ14インチっていうところがあるので、まあ、大抵のこのバックパックとかには、まあ、十分ね入るぐらいの、まあ、サイズ感にはなっております。ただねこちらちょっとね厚みは少しあるかなっていうところで、薄型ではないかなというふうには思います。で本体の重量をですね一応測ります。よいしょ。はい、今ですね約 1781g というところになってます。まあ、スペックに関しては正直結構高いんですけども、まあ、重量は 2kg を切ってるというところで、まあ、このぐらいだったら持ち運びでも十分耐えられるぐらいのサイズ感なのかなというふうには思います。体感としてはですね、まあ、2kg を超えてくると、まあ、結構ですねバックパックとかに入れて持ち運んでると、あ結構疲れるなというふうな感じになるんですけども、まあ、2kg 切ってるぐらいであれば、まあ、バックパックに入れてね、まあ、出張とか行く時にも、まあ、持っていけるかなというぐらいの、まあ、サイズ感になっています。接続端子類としまして、左側にはですね有線 LAN のポートもありますし、USB Type A、それから USB Type C が1つ付いております。こちらの Type C は USB の PD 入出力に対応しています。こちら Thunderbolt 4の端子になっております。で本体の右側には電源を挿すところ、それから電源ボタン、そしてマイクロ SD カードスロット、そして HDMI 端子、そして USB のタイプ A とタイプ C、 そしてヘッドホンジャックがついております。はい、では続いてですね、まあ、今回の肝心なところですよね、こちら RTX4060 ラップトップ GPU が入ってますので、 GPU の性能がどんなもんなのかっていうところですね、こちらを今回は 3D マークのね、ベンチマークテストを使って測ってみました。結果としてはですねこのような形になっておりまして、まず映像の方もですねめちゃくちゃ滑らかに動いてますし、つまずいたりとか、カクついたりとか、することもなくですねベンチマークテストを終えることができまして、 3D マークのタイムスパイのスコアとしましては9630というスコアになりました。
これ最近のですねノート PC の、ね、レビューしてる中では、まあ、トップクラスに高いんじゃないかなと思います、まあ、それだけですねやっぱり40番台のこの RTX シリーズの、まあ、スペックというかですねグラフィックス性能が結構向上してるんだなっていう印象を受けました。3060系の、まあ、GPU のですねレビューは結構していたんですけども、今回4060シリーズになってグッとですね、まあ、スコア的にも上がってるなっていうのを、感じることができました。バトルフィールド5の、プレイをした場合の、FPS としましては 90fps を超えるぐらいということになってましたので、まあ、相当滑らかにですねゲームプレイすることができる性能が入ってます。一応こちらですねあのゲーミング PC っていうねくくりではないんですけども余裕でこのゲームをこなせるぐらいのですねスペックが入ってます。で今回もですねサイバーパンクですね、まあ、非常にですね PC に負荷がかかる、まあ、グラフィックス性能が必要なゲームをですね、まあ、ちょっとやってみたんですけどもいやすごいぞということで、サイバーパンクのですね設定の中で一番重たい設定のですねレイトレーシングウルトラっていう設定があるんですね。そちらを今回こちらで、ちょっとプレイしてみましたけどもびっくりですわ。フレームレートに関しても、まあ、大体 50fps を、まあ、超えるぐらいかな、60をちょっと下回るぐらいの、フレームレートで、まあ、プレイすることができてます。まあ、ヌルヌルですね。サイバーパンクの最高設定で、プレイすることができているので、まあ、ゲームする時もですね相当これ快適にですね、まあ、グラフィックス性能が必要なゲームとかを、まあ、プレイすることができるんじゃないかなと思います。で解像度に関してはね、もちろんディスプレイが 1080p なので、まあ、1080p でプレイしてますけども、まあ、これだけの性能があれば、まあ、普段ですね仕事で使って夜はこれでゲームプレイするみたいな形で、まあ、使い分けしていくこともできるんじゃないかなと思います。それでは続いてですね、まあ、動画編集ですねやってみました。今回は Adobe のプレミアプロを入れて 4K60fps のマルチカム編集ですねカット編集と、まあ、ちょっとテロップを入れて書き出すというところをやってみました。で、まあ、当然ながらやっぱりね、まあ、普通にこの 4K 動画を流していてもつまずいたり、カクついたりすることもないですし、まあ、プレビューに関してもスルスルっと動きますし、まあ、カット編集に関しても余裕を持ってねサクサク行うことができました。で肝心なこのエンコード時間ですね、いつも通り10分の 4K 動画を書き出すのに何分かかるのかっていうテストをしました。でその結果としてはこんな感じになっておりまして、今回ですね7分45秒で10分の動画を書き出すことができました。これね、最近の中でこれまたね、結構早い方なんですよ。やっぱり30番台、20番台と比べて、かなりですね、このエンコード時間も早くなってるなっていう印象を受けました。まあ、結構、今までの体感で言うと、10分の動画をね、書き出すのに、まあ、同じぐらい10分ぐらいかかったりとか、実際の動画の時間よりもさらに長くかかってしまうっていう場合も結構あるんですけども、まあ、こちらに関しては、まあ、10分の動画の素材を、まあ、7分台で書き出せたので、まあ、動画編集する時の処理の速度とか、その辺も結構早いんじゃないかなと思います。あとはね、もちろんですね、まあ、エフェクトがかかってきたりとかですね、まあ、さらに負荷のかかる編集をするともちろん伸びてはいくんですけども、まあ、ベースとなる動画の書き出し時間に関しては、まあ、だいぶね短縮されてきてるなっていう印象です。では続いてですねスピーカーとかカメラ周りですねチェックしていきます。スピーカーですねこちらステレオスピーカーが入ってますということで、まあ、フリー音源の方で音をチェックしてみたので聞いてみてください。こんな感じです。はい、ということでちょっと音聞いてみたんですけども、まあ、正直言ってですねスピーカーの音質に関してはそこまでいいっていうねものではないかなと思います。まあ、ステレオスピーカーなのである程度広がりはあるんですけども、まあ、ちょっと低音域がスカスカになっていたりするので、まあ、ちょっと音楽を聴いたりとか、まあ、動画を見たりするときは、まあ、やっぱり外部のスピーカーを使うとか、まあ、ヘッドホンをするとか、そのような形で使っていく方がまあいいかなというふうに思います。まあ、動画編集するときとかもやっぱりヘッドホンした方が、ね、いいんじゃないかなと思います。そのためにまあヘッドホン端子もついてますということですね。でちなみにこちらですねドルビーアトモス対応してます。でこちらはヘッドホンとかイヤホンを装着するとドルビーアトモスの、ね、音源楽しむことができますので、まあ、Netflix だったりとかですね映画を見るっていう時なんかも、まあ、ヘッドホン使えばかなりですねリアルな立体感のある音響で楽しむことができますので、まあ、外出して出張先のホテルで夜時間余った時とかに、まあ、Netflix で動画見るとか、まあ、そういう時もヘッドホンすれば結構いい音で楽しめますので、まあ、エンタメ要素もねその辺であるのかなというふうに思います。では続いてですねウェブカメラマイクの性能ですねチェックしてみました。こんな感じです。はい、どうもこちら田中です。こちらはですねマウスコンピューターの、ダイブ、こちらのノート PC で、動画を撮ってます。
内蔵カメラとマイクの品質はいかがでしょうか。ミーティングをするときはこのような画質と音声になります。チェックしてみてください。はい、ということで本体に、ね、カメラがついてますが、まあ、カメラはですねちょっとお世辞にもですねあまりいいカメラっていう形ではないです。なので一応ウェブ会議できますけども、まあ、ちょっとねあんまり画質的には良くないよというところですね。でマイクに関しても本体のファンが結構鳴ってしまうところがあって、そのファンの音とかも拾っていたりするので、まあ、外部マイクをつけるか、まあ、ワイヤレスイヤホンとかを使ってですね、まあ、ノイズをちょっと抑制しつつウェブ会議をしていくっていう風に使っていくのがいいのかなというふうに思います。でその他のポイントとしましてはこちらですね、 Wi-Fi6E 対応してます。 Wi-Fi の最新規格に対応してますので Wi-Fi の通信速度はめっちゃ速いです。うちはですねちょうど Wi-Fi6E 対応のルーター使ってますので通信速度も結構速いんですよ。はい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 、まあまあ速いですね。うん、今ちょっと、まあ、スターリンク使ってるんでね、まあ、こんな感じなんですけども、まあ、130Mbps とか、そのぐらいは出ているかなっていうところですね。であとはまあね、測る場所にもよるかなと思います。結構ここはね Wi-Fi ルーターからの距離が離れてますけども、このぐらいの形で通信ができています。なんで有線 LAN ポートもついてるんですけども、 Wi-Fi もですね、まあ、結構最近の Wi-Fi6E とか対応してると、まあ、結構早く通信できますので、まあ、そのあたりもノート PC としてはやっぱり非常にね嬉しいところかなと思います。で続いてですねちょっとさらに、ね、気になるところだと思うんですけども、電源アダプターですね、どんな感じなのかちょっとお見せしていきます。一応ですねこの購入時に付属してくる電源アダプターがですねこちらなんですね。まあ、ちょっと大きめです、ね、こちらはですね 180W の、ね、電源アダプターになってますので、まあ、出力は大きいんですけども、まあ、ちょっとねサイズは、まあ、やっぱりねある程度大きいかなというぐらいのものになってます。まあ、これでね早く充電できるんですけども、まあ、必要に応じてですねやっぱり PD 充電したいですよね。でそういう時にですね、こちら付属の 180W の電源アダプターだけではなくて、こちらがですねマウスコンピューターから出ている 100W の PD 充電器になってまして、これをですね使うことができます。まあ、厳密にはこれじゃないといけないっていうわけじゃなくて、まあ、自分の、ね、手持ちの 100W 充電器でもいいんですけども、まあ、そういったものを使えますので、しかもこれねマグネットでねこう脱着できるんですよね。まあ、こちらもね別途ねオプションで購入できますので、であとはこちらをですねこのように接続をして、まあ、Type C で PD 充電することもできますので、まあ、このあたりですね電力がまあ必要かどうかで使い分けをしていくことができるというところもポイントです。はい、まあ、そんな感じですね、まあ、マウスコンピューターのですねダイブシリーズね初めてこうレビューしてみたんですけども、まあ、気になったところですね、あるかどうかっていうところで、まあ、ちょっとですねお伝えしていきますと、ですね、まあ、ファンの音はですねやっぱり負荷がかかると結構鳴るかなっていう印象ですね。だいたいこのデシベルでいうと60デシベルを超えるぐらいですかね、はファンの音が結構鳴りますので、ゲームをやってる時だったりとか、あとですね動画編集で書き出しをしてる時は、まあ、結構ある程度音大きくなりますので、まあ、周囲に結構人がね多い環境とかで、まあ、バリバリ負荷が高いことをねやると音ちょっと気になるかもしれません。まあ、静かなカフェとかねそういうところではねちょっと気をつけた方がいいと思います。であとはですねカメラとかマイクの性能はですねそこまで良くないなっていう感じだったので、まあ、ウェブ会議とかリモートワークする方はウェブカメラとか、まあ、ワイヤレスイヤホンとかですね外部マイクを使ったりとか、する方がいいのかなっていうふうには思います。はい、ということでまとめになります。今回ですねマウスコンピューターのダイブ S4i7G60CB-B ですね、こちらのノート PC をレビューしてみました。まあ、デフォルトの設定でもですねスペックがもりもりに高くなってますので、まあ、クリエイティブ系の作業で使ったりとかゲームをするっていう時も十分楽しめるものになっていますというところで、まずスペックが結構高いというところが特徴で、さらにこのマウスコンピューターなので、まあ、注文する時点でスペックをカスタムすることができますというところもポイントです。まあ、自由度高くね、必要に応じてスペックを強化していって、まあ、使っていくことができますので、まあ、買った後自分で何かをするっていう必要がまずないですよというところもポイントです。でスペックがバリバリ高いので動画編集だったりとか、まあ、ゲームをするっていう時も快適にねプレイすることができるんじゃないかなと思います。万能に何でもこなせる結構スペックが高いですね Windows PC ですね探したいという方はこちらチェックしてみてください。ちなみにクーポンですねこちら発行してくれてますよということで、クーポンを入力することで10,000円オフでね購入ができますということです。通常価格が229,800円のところがクーポン適用で218,800円になるということです。対象期間は7月21日の14時59分までとなっております。まあ、詳細は概要欄に掲載しておきます。ということで今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。